お、あー、取れた。ブリッツディアル。お、オクタ。あれー、わー、出てこ。どうした。イエーイ。おーほう、すげえ。はい、音楽館に来ました。春、ちょっと暖かくなったタイミングではあるんですが、今日めちゃめちゃ朝寒いです。昼間はめちゃめちゃ暑くなるとは思うんですけど、ちょっとね、おかっぱりでいい魚を釣ってみたいと思います。はい、明日2から行きます。クローラーの 5.5 ニコリグですね。水深が分かんないけど、案外ある、案外ある。下がった。はい、ブリッツ MR ちょっと探る感じでやってみます。バルナフローティングです。はい、ヘビキャロ 17.5g にビーバー3インチです。はい、ブリッツディアルです。テタラの周りを撮ってみます。はい、ピッチャー、16分の5です。どうした。おお、いいんじゃない。おお、しょ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 。イエーイ。おおほう、すげえ。よっしゃ。はい、めちゃめちゃ綺麗。
ブラックバスの模様がすごいはっきりしてますでね、口がすげえちっちゃい、なんかちょっと流れの中にいるような魚っぽいです。はい、サンキュー。はい、ゴロタとマテトラ複合したような、ちょっと水深のある場所でした。フローラー 5.5 ですね。で、まあ、普通にネコリグで気温が上がってきたタイミングだったんで、まあ、ゆっくり丁寧にこう、まあ、スローまではいかないんだけど、少しシェイクというか大きめにねこう移動させながら、探っていた感じで、バイトは抑え込むような感じで、ゴンゴンとか怖かったんですけど、グッと入った感じです。はい、はい、オンガはですね3年ぶり、まあ、日上がってちょっと時間経ったんですけど、まあ、一応1匹ね釣れて、まあやっぱ春なんである程度ねセオリーというか、オンガはオンガなりの、まあ、こんなところに集まってみたいなのもあると思うし、まあ、実際ね水深があってテトラ石みたいなのがガチャガチャあるところ、魚が多くなるエリアなんで、まあ、そこで釣れたん で風出てきたんで薪も混ぜながら、あとは夕方大きいサイズがね多分、まあ、スポニング前のこうメースとかがふらっとね暖かくなると回遊してくると思うので、そういうのを釣っていけたらと思います。ビーバー、7グラムテキサスです。 3.5 あっちやったら終わりにします。はい、ではスリッパー、ドライブシャッド4インチ、16/5ですね。はい、見ます。ブリッツ DR。 もう軌道が全然違うんで、クランクはどんどん潜るとするし、スイングレートは、まあ、巻いたら浮いてくるですね、基本的に。出たらの上の方とかかするように引いてくるにはスイムベイトだし、テトラの間こう小突きながら引いてくるにはクランクベイトだから、まあだけど両方ともある程度スピーディーに攻めていけるから、まあ一緒に使ってもいいですよね。今朝だから両方とも巻物2本なんだけど、まあ昼間になってね晴れて風もないみたいになったら、同じ2本でもこの場を見るとちょっとゆっくりとかいう方が良くなったりする。まあ一応朝なんで軌道違う、ね、2つでやってみてます。おっ、あー食ったね今は。はい、 8.6 ネコリグ1.3g です。お、食った。あれー、うわ。食ったっすね。長すぎたかな。比較してみようか。
5.5 グリパンネミズです。あーマジでなんで、はい、今回春の音楽がですね、釣りしてみました。まあ、条件的には、まあ、悪くはなかったような日だったんですけど、いい条件のところに魚が、ね、多く集まってるような感じじゃなく、釣れても単発、当たりがあっても1回みたいな、まあ、そんな中、いろいろルアーを使ってみました。ローライトだったり、まあね、風が吹いてたりっていう時にはバルナ、まあ、なるべく引っかかんないようにフローティング中心、バルナと、アシュラですね、まあ、この辺、まあ、水の透明度だったり、その波形だったり、あとはまあ時間帯で、使い分けました。あとはテトラ帯、まあ、あとは石積みみたいな、ガレバーですね、そういったところ、やっぱクランクベイト、ブリッツ TR と、ブリッツ MR、まあ、これも水深による使い分けですね。2メーターより深い時は DR、 2メーターより浅い、1メーター 1.5 っていう時は MR 中心に使いました。ボトムノックさせすぎず、たまに当たってっていうような基本的には使い方、あとはロッドの角度、まあ立てたり寝かしたりっていう感じで、うまくね調整して寝上がり回避しつつ、たまに立ちするような感じで使いました。あとはスリッパーと、ハイピッチャー、これも、まあ、クランクベイトを引くようなところとロケーションは一緒なんですけど、まあ、クランクベイトではやっぱりちょっと強いような、波気がないとか、水がクリアとかいう時には、この2つですね。ボリュームがある方がスリッパーで、まあ、ボリュームない方が、ハイピッチャーっていう感じで、まあ、どのぐらいバスに見せたいか、朝ならば、まあ、波気なくて、まあ、ゆっくり巻いて魚見つけてもらうようにスリッパーなんかね、縦裾とか、あるようなところは、ハイピッチャー、まあ、ちょっとね縦に斜めに引いてもしっかりねアピールしてくれるんで、ゆっくり引いて当てながら抜いたりっていうような使い分けをしました。はい、あとはワームですね。ワーム系、ドライブクローラー 5.5、猫リグでだいたい 1.3g中心にシンカー使い分けて、テトラタイプ、石積み、この辺でゆっくりね、這わせて、止めてっていうような、ちょっとゆっくり誘わないと、食ってくるような場所、で使いました。ドライビーバー3、これはね、まあ、ゆっくり、ふわふわさせたいんだけれども、飛距離がね必要なところ、ここでヘビキャロ、17.5g と、21g、まあ、比較的、リーダーは長めで70センチとか、ね、1メーターぐらい、ロッドを、ね、縦にこうさばいて浮かせてふわ浮かせてふわっていうような使い方で、使用しました。そしてドライビーバー 3.5、まあ、これはカバー打ち、まあ、水深もあったりすれば、魚ね一旦シャロー入って、まあ、しばらくいたりっていうことが当然ある季節なので、まあ、落としていればね結構食ってくれると思ったので、まあ、テンポよくどんどん打っていってというような使い方で使いました。はい、はい、ということで、久しぶりのね、オーガンガーということで、いろんなね、シチュエーション、ね、すごい長い、ね、スレッジが続いたり、ね、ピンでこう、ね、水門があったり、席があったりみたいな、まあね他の、ね、野池だったりリザーバーだったり、まあ、そういったフィールドとまた違った感じで、まあ難しかったんですけど、そういうシチュエーションねすごい楽しめたんで、また暖かくなったら行きたいと思います。お疲れ様でした。